皆様、新年明けましておめでとうございます。輝かしい新春を迎え、謹んでお喜びを申し上げます。旧年中はボートレース2をご愛顧賜りまして、誠にありがとうございました。どうぞ本年も変わらぬお引き立てを賜りますようよろしくお願いを申し上げます。それではただいまより新春レースに出場する三重支部選手による新年のご挨拶をさせていただきます。司会進行を務めさせていただきます、私はフリーアナウンサーの嵐瑞江と申します。どうぞ本年もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして今ステージ上ではお二人に並んでいただいておりますが、この度選手を誘導していただく女性の方、12月から場内で入場案内業務を行ってきておりましたが、その間ファンの皆様から愛称を募集しておりました。多くの方からご応募いただいておりましたが、この度愛称が決定しましたので、ここで発表させていただきます。愛称はツッピーメイトです。今後もファンの皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは主催者である前場康幸寿司長、ご登壇をお願いいたします。それではお待たせいたしました、三重支部選手の入場です。まずトップバッターです。1着、2着、3着ともに数を増やし、ついに初の B1 級、素材の開花、期待が高まります。松井耕也選手。おはようございます。明けましておめでとうございます。松井耕也です。今年の目標は師匠の平田健之介さんを超えたいと思います。今流行りのやつやります。王者ではないんですけど、松井さんだぞ。よろしくお願いします。はい、今年も頑張ってください。2期連続の A2 級で東海地区の地区スター候補に選出、次は A1 級入りを目指します。松尾博文選手。ございます。明けましておめでとうございます。今年の目標は、兄貴と間違えれないよう、もっと目立って頑張ります。よろしくお願いします。はい、どんどん目立ってください。貪欲に勝利獲得が功を奏し、デビュー4期目で B1 級昇格、レベルアップは見逃せません。中山翔選手。おはようございます。今年の年男、中山翔です。一句考えてきたので言わせてもらいます。新年も清い心でなせばなるです。よろしくお願いします。ウッキー気に合ってます。2016年度ボートレースの準地元スター候補、ワンランク上の舞台に照準を絞ります。松尾満選手。おはようございます。今年は良くなるように頑張ります。はい、頑張ってください。前期は苦しみに苦しみ抜きました。年が変わりパンチ力ある本来の走りを必ず取り戻します。野村康友選手。おはようございます。今年も1年よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。第一ノルマは3期ぶりの A1 級にランクインすること、先制スタイルは絶対に崩しません。中島健一郎選手。おはようございます。今年は頑張ります。お願いします。最高のスマイル見せてください。積極的なコース取りは全国のレベルの認知度を高めました。ファンのハートをガチッと掴みます。西川正樹選手。おはようございます。今節は優勝して帰りたいと思います。期待しています。レースのテンポアップが最大のターニングポイント、きっかけをつかんで率を挽回します。平田健之介選手。明けましておめでとうございます。今年1年がいい年になるように精一杯頑張ります。はい、いい年になりますように。
今期は2節連続優勝中、 A2 級を3期キープして今度は A1 昇格に全力を尽くします。南雄介選手、明けましておめでとうございます。今年も精一杯頑張って走るんで応援お願いします。はい、頑張ってください。結婚を機にメンタル面を一新、自力を増強させ初の A 級への道を歩んでいきます。石塚雄介選手、明けましておめでとうございます。今年も頑張ります。はい、頑張ってください。昨年地元の G1 で悔しさを味わい、 G2 でリベンジを達成、今度は2度目の SG タイトル奪取を狙います。新田雄志選手、おはようございます。今年こそは大きいレースを優勝できるよう頑張りますので、三重市部一度応援してください。はい、大きく期待してます。苦難の時を耐えて今年はベースアップを図る年、3期ぶりの A 級入りを目論みます。岸本雄貴選手、おめでとうございます。今年は頑張ります。頑張ってください。昨年の地元辻井市長で G1 初優勝、直前の唐津で優勝とステップアップを果たしています。岡雄心選手、明けましておめでとうございます。今年も1年頑張ります。はい、頑張ってください。前回の新春レースの覇者、 A2 落ちの悔しさを晴らし来季の A1 復帰を果たすことが使命です。足立雄貴選手、明けましておめでとうございます。今年も頑張ります。よろしくお願いします。昨年の地元戦はパール賞で優勝戦進出、直近の師走の常滑でも優勝と調子は上向きです。花本夏樹選手、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、頑張ってください。昨年夏地元で通算3度目の優勝を飾りました。A2 のポジションキープはバランス感十分です。浜野隆選手、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。長きにわたって A1 級を堅持、今年は G1、G2 戦線での活躍をファンは狙っています。東本勝利選手、おや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 ちょっとまだ早いですねはい、東本選手一言ください。いいですかはい、なんか猿のやり取りっていう感じで可愛かったですよ。さあ、続いては11月からの新規は優勝3回と絶好調、畳みかける攻撃で猛然と前進していきます。桐本康富選手、明けましておめでとうございます。三重支部津京亭桐本、よろしくお願いします。はい、期待してます。昨年暮れのグランプリシリーズで優勝、2016年、今年はトップギアでボート界を引っ張ります。井口義則選手、よろしくお願いします。はい、期待してます。前節の徳山で8ヶ月ぶりの優勝も果たしました。今季勝率が現在6点台と上々のスタートです。黒崎達也選手、あげましておめでとうございます。1年の計は元旦にあり、今日は頑張ります今日からも頑張ってください。さまざまな困難を打破し、昨年秋の宮島で2年10ヶ月ぶりの優勝、ファンの視線は熱くなるばかりです。澤大輔選手、明けましておめでとうございます。まずは今日しっかり走ります。今年もよろしくお願いします。大きく期待しております。冷静かつ堅実な組み立てから常に A1 の数字を維持、レースでの判断力の高さは健在です。星野太郎選手、おはようございます。今年も一生懸命走ります。お願いします。はい、期待しています。昨年は久々の A2 級ランクインと好結果を生み出しました。再びランクアップを目指していきます。矢橋誠介選手、明けましておめでとうございます。初日から抜かれまくってすごく衰えを感じていますが、なんとか今日から盛り返したいと思います。応援よろしくお願いします。もちろん応援しています。苦境な場面を乗り越え、前期は3度の優勝を果たしての A2 級返り咲き、今期も懸命な戦いを続けています。中村森重選手、明けましておめでとうございます。今年1年頑張ります。はい、しっかりお願いします。
コース取りから果敢なシーンが目立ちます。3期ぶりの A1 級昇格に向かって視界良好です。真島仁志選手。明けましておめでとうございます。今年も一生懸命頑張るのでよろしくお願いします。はい、期待してます。頑張ってください。そしていよいよ最後は前節の玉川で1年半ぶりの優勝戦進出、熟練の技を繰り出して随所に見せ場を提供していきます。森達也選手。明けましておめでとうございます、三重県のみんなに引っ張っていただいて50歳まで来ました。今年も一生懸命走ります。はい、期待しています。頑張ってください。力強い声援も飛び交っております。そして森選手にもプレゼントが届いております。以上、三重支部26名の選手が出揃いました。皆様盛大な拍手をお願いいたします。ボートレッスでは12月2日から12月8日までファンの皆様に2015年に一番活躍したと思う三重支部選手の投票をしていただきました。最も投票の多かったのは坂口めぐる選手が2015年ベストレーサーに選ばれました。そして執行委員長特別賞には新田裕志選手、関東賞には松尾博文選手が選ばれました。坂口めぐる選手のベストレーサー表彰式は1月9日に1階エントランスホールにて実施いたしますので、どうぞ皆様お越しください。それではここで主催者を代表いたしまして、津市長前場康之より新年のご挨拶を申し上げます。前場市長どうぞ舞台中央までお進みください。はい、はい、皆さん明けましておめでとうございます。今年もボートレースをご愛顧いただきましてありがとうございます。三重支部の選手元気いっぱい頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。さてボートレースではツインクルで6畳売りを始めさせていただきます。他の場でも三重支部の選手が活躍しておれおられますので、ぜひ買っていただきたいというふうに思います。それから8月の2日、に失礼4月の5日にですね、先に G1 ツツジ賞64周年記念競争、これは年度始まってどこよりも最初に G1 をボートレッスがやります。そして8月の2日からプレミアム G1 レディスチャンピオンをボートレッスで実施をいたします。今年もボートレッス精一杯頑張ってまいります。私も全国の競艇主催者競技会というのがありまして、そこの副会長にならせていただきました。今年もボートレースに一生懸命の市長で頑張ってまいります。よろしくお願い申し上げます。ご愛顧ありがとうございます。前橋市長どうもありがとうございました。それでは引き続きまして、三重支部選手を代表して日本モーターボート選手会三重支部長花本夏樹選手より新年のご挨拶をお願いいたします。改めまして明けましておめでとうございます。昨年も、モートレース並びに三重支部選手にご声援をいただき誠にありがとうございます。2016年もまた、三重支部選手一同、自らの目標、にも達成すべく一生懸命皆様の期待にも応えられるよう一生懸命走ります。どうか声援のほどよろしくお願いします。最後にはなりましたが、皆様の、2016年ご健康ご多幸をお祈りいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。花本選手ありがとうございました。今年も三重支部選手の奮闘に大いに期待をしたいと思います。ファンの皆様、須尾選手に今一度大きな拍手をお送りください。それでは選手退場です。さあいよいよ2016年を迎えました。新春レース本日4日目の予選ファイナルということになります。この2016年で初笑いに輝くのはまずどの選手となるのでしょうか。どうぞ、皆様の最後までの温かい声援、そして1年間通しての力強いご声援のほどもよろしくお願いを申し上げます。そして皆様方におかれましては、元旦よりこのように早朝からお集まりいただきまして本当にありがとうございました。そして津市長どうもありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。